グローバルグループエンハイプン、エンハイプン、ウノジャク、ジェイク、とサンハウン、ソンフン、が11日、東京、虎ノモンヒルズステーションタワー内、東京ノードにて開催されたエキシビション、ティファニーワンダー、技と創造の187年、オープニングパーティーに登場した。エンハイプン、エンハイプン、ウノジャク、ジェイク、とサンハウン、ソンフン、が11日、 東京、虎ノ門ヒルズステーションタワー内、東京ノードにて開催されたエキシビション、ティファニーワンダー、わざと創造の187年、オープニングパーティーに登場した。エンハイペンジャケサンハウン、優しく日本語で対応。弱はホワイト、サンハウンはブラックのジャケットと対照的なコーディネートでティファニージュエリーをまとって登場。 囲み取材では通訳の関係で二人が現場で待機する時間があったが、スタッフが少々お待ちくださいと声をかけると、サンハウンが大丈夫です。ゆっくりでと優しく日本語で返答。終了後には弱もありがとうございますとペコリとしながら報道陣に感謝を伝えていた。エキシビションティファニー・ワンダー技と創造の187年。 ティファニーカンパニージャパンインクは12日より職人技と創造性伝統と現代性の物語を伝えるエキシビションティファニーワンダー技と創造の187年を開催するそれに先立ち行われた今回のイベントには新しく日本のハイジュエリーアンバサダーに就任した冨永愛ジャパンフレンドに就任した滝沢真紀子と藤田に来る グローバルアンバサダーのファレル・ウィリアムスやブラックピンク、ブラックピンクのローズ、ロゼ、日本のブランドアンバサダーの三好彩からが登場。その他、ジャックサンハウンに加え、ヘイ、セい、ジャンプの山田涼介、斎藤明日香、高畑三月、田中みなみ、吉岡里穂など、国内外からそうそうたるセレブリティが、ティファニーのジュエリーをまとって集結した。 富永愛、ジャパンフレンドに就任した滝沢茉貴子と藤田ニコル、グローバルアンバサダーのファレル・ウィリアムスやブラックピンク、ブラックピンクのローズ、ロゼ、日本のブランドアンバサダーの三好彩からが登場。その他ジャックサンハウンに加え、ヘイ、セい、ジャンプの山田涼介、斎藤明日香、高畑美月、田中みなみ、吉岡里穂など。 国内外から早々ううたるセレブリティがティファニーのジュエリーをまとって集結した。